八代城は、熊本県八代市にある日本の城である。江戸時代初期に熊川川口の松江に、幕府の許可を得て建築されたことから、松江城とも言う。同じく、八代城とも呼ばれた、南北朝時代の古六城と安土桃山時代の麦島城の三つの城石を合わせて、平成26年に、八代城石群との名称で一括して、国の史跡に指定された。 2017年4月6日、続日本百名城に選定された。八代地方には中世以後大償多数の城塞が築かれたが、松江城以前に存在した古六城と麦島城も八代城,城と呼ばれてきた。これらは同時期には存在しておらず、三つの城はそれぞれ、追基地の具体的な地名を名前の由来にしており、松江にあった城を、松江城、古六にあった城を、 古六城、麦島にあった城を麦島城と呼んでいる。古六城は八代一古六町の東側の山岳にあった南北朝時代から戦国時代にかけて築かれた城西郡で南朝方の重要拠点であった。八代には一時、清政府、高田御所が置かれ、その名残として金長親御領がある。中世で八代城といえばこの古六城を指した。 城塞は七つの山城であり、縄氏が築いた五条と、相良氏が築いた二条に分かれる。戦国大名を相良吉茂の居城であった、高上根城も後者の一つ。貿易港と区通の発展もこの頃のことである。相良氏はその後島津市に行くし、さらに、島津氏は豊臣秀吉の九州征伐を受けた。その後に、肥後国を領した、笹成政は、 日後国人一家を引き起こした攻めにより翌年改役、玉物市となるが、熊軍を除く日後国は、加藤清正と小西行長が半国ずつを領することになり、この時に古六条は廃城となった。宇都城市となって古六条を廃した小西行長は、家臣の小西行重に命じて熊川の三角州に、総石垣造りの麦島城を築城させた。麦島の地は、 北西側が大きな入り江となっており、後に改作された前川によって中須となった。平城の中でも水木と呼ばれる水分、水利を最大限に活用した得意な城で船で直接海からも出入りできたと考えられている。豊臣秀吉の直轄地とされ貿易港徳の不地が近くにあって海上交通の要所であった。天正20年6月。 文禄の役の感激を塗って、梅北一騎が、麦島城に攻め寄せたが撃退している。慶長5年、関ヶ原の戦いに敗れた雪長が軽視し、小西家は海域となった。熊軍天草軍を除く日後52万国を与えられた、熊本城主、加藤清正は、重臣、加藤正方を城代として、麦島城に入れた。現那の一国一条令によって、 熊本藩内の南館城、内巻城、佐敷城などが取り壊されても、麦島城は例外的に存続が認められていたが、現那5年の大地震のために倒壊し廃城となった。発掘調査された八代城,城の総構えの石垣付宮倉とい石垣の江戸時代における修復部分非合八代図かなり不正確な地図で、朱色で訂正されているように描かれた城の輪郭は、 実際の形状とは全く異なる。麦島城の倒壊後、清正の次男で第二代藩主、加藤忠宏は、現那六年に江戸幕府の許可を得ると、松江村の南、熊川の徳淵の北岸に、加藤正方に命じて新たな城を築かせることにした。地名からこの城は当時は、松江町とも徳府地城とも言ったが、現在は校舎の地名がなくなっていることから、 松江城の呼び方の方がより知られている。麦島城は、加藤市への備えの意図もあって、三角州に建てられたが、すでにその必要がなく、南、東側からの攻撃を意図して、熊川の北岸の平野部に建てられることになった。同時に熊川の洪水から城下町を守るため、旧来あった、萩原堤に大工事を施して大幅に拡張している。城は、 原画8年に竣工した。麦島城時代に認められた一国二条体制は継続されたことは、一国一条例の中では、全国的にも異例のことであった。熊本藩内に二つの城の存在が許された理由は、南の大藩、薩摩藩及び、隣藩、人吉藩への備えとしてというのが通説であるが、島原の乱の舞台となった、天草のキリシタン弾圧の備え。 または、小西時代に増えた領内のキリシタンへの備えとしてだとか、またこの時期にしばしば現れた異国船への備えとしてだとか、あるいは、秀吉恩子である加藤藩の財政を逼迫させるためだとか、その他に小説もある。いずれにしろ幕府が特例を認めなければ、現在の八代城は存在しなかった。寛永9年6月に、忠広が、 理由不明のまま海域されて、では国丸岡に流されると、西方も城を退去して、京都本国寺に隠生した。この時、城は、個数に1 0 0余人口約1万人で、13年、経てもまだ、松江城の北西の外角は、未完成のままであった。また、本丸以外の区画には、多くの手抜きがあり、城壁にしとみ櫓や櫓は、ほとんど見れず、城壁の代わりに、 土壁で代用した箇所も多かった。防備には明らかな欠陥があり、築城が不徹底であったのは太平の世を騒がせるために意図的に放置したものであろう。防御に適した理想的な立地でありながらも松江城は一度も戦闘に用いられていない。同年10月、武前小倉藩37万国の藩をもだった細川忠都が、肥後熊本藩54万国へ移放され、 12月に、熊本城に入城した。忠敏の父、細川忠興は、幕府の内命を受けて、八代城に入り、北の丸を隠居所として、4男の立候補本丸に住まわせた。いずれ自分の隠居料9万5千国を、継がせて立反させることを望んでいたようだが、寛永18年、二代藩主光津直は、島原の乱においても活躍し、将軍、 徳川家光直進の身分を持つ、筆頭家老、松井沖永を八代三万国に違法して、八代上場士とし、立皇の子、宮松には、宇都郡、益城郡内に三万国を与えて、宇都市藩とした。以後明治三年の廃城まで、松江城は、代々松井氏が居城とする。慶安二年十二月、三津は亡くなるが、沖永は、明暦元年に、かねてより進めていた。 松江村の西の干拓で土地を広げ、新地に松熊村からの移住民からなる松崎村を作った。干拓事業は、以後も歴代上手によって続けられ、現在の八代市を形作る上で大きな影響を与えることになる。漢文12年2月、落雷により大小の天守老、矢倉、家屋を消失した。翌年7月、三大藩士氷は、 幕府の許しを得て城を修復したが、この時、第一天守は再建されなかったので、北東隅の山荘櫓が一番高い建物となった。宝暦5年7月に大洪水があり、熊川が氾濫して、萩原堤防が決壊し、城下で大勢が溺死した。加藤正方が気づいた堤防の修復の方法が、分からずに藩が困っていたところ、藩市、伊賀津弥門が志願し、 7日間の工事で2キロメートル余の堤防を見事に復旧してみせた。同年に、熊本で、藩主、細川主芸方によって、自習館が開かれると、法歴6年、上主の小秀行によって、八代城の二の丸に伝習堂が開かれた。完成9年10月、火災により本丸大書院、二階月宮倉等を、消失。 翌年幕府の許可を得て大将院は再建されるが、小天守、櫓は再建されなかった。この時点で八大以上は、天守や櫓もほとんどない城となったので、図面はあるものの、天守の写真などは残っていない。幕末期、上主秋行は、欧米の家宝の技術に驚き、軍事技術の研究に勤しみ、西洋式の大砲、小銃を導入した。八代城に、 大宝164門、小銃1900を備え、開園4年には北の丸に、兵器商を設けて、武器、弾薬を貯蔵した。明治2年の反赤奉還で最後の上主、栄野ノは報道政府に返還した。政府は代わり栄野ノを、熊本藩大山事に任じて、放金を与えた。翌年、栄野ノはこの任を辞して、八代城を退去し、熊本に移った。廃城令後。 建物は大書院を除き、すべて取り壊された。石垣も順次取り崩されたり、埋められたりした。明治10年の西南の役の際には、八代の氏族の中には、西郷軍に参加した者も多かったが、松井氏の臣三370名が集まり、大万党、山本正政を隊長として結成した八大正義隊は、強度の治安維持を目的として、これに組みせず、 3月19日に、官軍軍艦が、ひなぐ港に入ると官軍を八代に迎えてこれと、合流した。薩摩から増援を連れて戻った、辺味十郎太、別府新助、宮崎八郎は、田原坂から交代中の本隊と合流するために、熊川上流から八代に侵入し、4月6日より、交戦。しかし撃退されて、高田に退いた。 13日再び北岸に渡って接近し、九条市である小葉山を占拠して、そこから宮所のへと進んだが、17日に、官軍の反撃があって、宮崎八郎が戦死するなど敗北を起死した。結局、城下に侵入することすらできず、八代、宇都を制圧する官軍の前に、西郷軍は平野部を移動できなかったので、やべ、五木村の山中を南光軍するしかなかった。 戦後、八代正義隊の活躍を称して、旧藩主の今年行きは、特別に、小六くらいに除されている。日後国八代上天四閣が描かれている中央の区画が本丸で、北西端に五層の大天守、脇に小天守、南西端が月見二層矢倉、南東端に宝行一層矢倉、その上にあるのが真矢倉。北東にあるのは三層矢倉である。 絡めて口にあるものが休憩櫓と当人櫓であろう。本丸の外、南東の細長い区画が二の丸、南西の大きな四角が三の丸である。三の丸の北の細長い区画が北の丸、そのさらに北の独立した区画が出丸である。町ごと取り囲むように総構えがあり、下に描かれているのは前川であるが、これも外堀の役割を果たした。松江城は、 輪郭式の平城で、本丸を中心に、南東に二の丸、南西に三の丸、北西に北の丸、北に出丸が、非対称に配置され、それぞれ水彫りで区切られる。城の正面は東側で、南の前川と出丸の堀とを結ぶ外彫りが、東側にだけあり、どんど口、松江口、松形口の三つの入り口があって、堀と各の間には、 生前と区画整備された城下の街並みがあった。外角と合わせて五角と堀で城を二重に囲むという構造である。現在、八代市の西側は平地が広がっているが、追記時は干拓前で知らぬ光の海岸線ももっと近くにあり、一面干潟であった。引川側が北の境で外角の一助になっているが、北西。 西方面には特に防御構築物はない。南側は、萩原つ,つみと前川が備えとなっているが、北側と東側の外角には、外堀があるだけで、ほとんどの箇所は土塁しかなかった。松江の天守は、加藤正方の渾身の作であり、追記事は、本丸の北西宮に4層5階の大天守がそびえ、2層3階の小天守と渡り櫓で連結していた。 忠だが読んだように、大天守は、鬼に似合わぬ荘厳さであったが、落雷によって消失し、以後一度も復元されていない。大天守が早くに亡くなったので、江戸時代の八代城隠絵図ではすでに四角の区画だけが残る姿で描かれている。現在も、石垣だけであるが、北西の長方形の大天守台とそれに隣接する、小天守台は、 立派で美しい勾配の石垣から比較的判別しやすい。本丸の南西宮に2層の月見櫓があり、南東隅の一角は少し張り出した大間姿になっていて、舞台は木櫓、30軒櫓、宝行櫓が並んでいた。宝行櫓の2階は仏前であったという。現在、相撲場がある場所には、能舞台があった。古門を通ったら、 正面に見える北東隅にあった山層屋倉は、大天守なき跡は最も高い建物であった。本丸の石垣には、石灰岩が用いられ、その色から別名、白鷺城、白石城とも呼ばれた。堀には、泳いで渡れないように棘があるウニバスが植えられていて、現在もそれは見られる。本丸の中央には、本丸御殿、大書院があり、これは、学校としても使用され、 後に移築されたが、昭和61年2月、移築保存中に消失してしまった。本丸東口を本門とし、二の丸と結ぶ、乱関橋が架けられていて、渡るとすぐに、高来門があり、左手にそびえるのが、真矢倉で、そこから少し進み、直角に曲がると北面して、方当たり、五門があり、侵入者が直進できない構造となっている。本丸北口は、 渦ずみ門といい、休憩櫓と当人櫓に挟まれた低い通路を通って、裏真ヶ田門に至る。これは、北の丸とを結ぶ、からあ手口で、廊下橋が架けられていた。現在、本丸南側に、二の丸と三の丸を結ぶ、二の門の近くに、八代宮に入る車道があるが、あの橋も南口も元々はなかった。南側からの入り口は、明治時代に、 本丸内に創建された八代宮の参道として、月見櫓と舞台脇櫓の間の石垣を取り壊して作られたものである。二の丸には、会所、主席家老屋敷、馬屋、伝習堂があった。二の丸の北口が出丸に通じ、出丸の北東端に東大手門があった。二の丸と三の丸は二の門で区切られる。三の丸は大手角ともいい、米蔵や、 過労の角田や井上家の屋敷があった。三の丸の南口が大手門で、西口が三本松門で、北口は黒門といい北の丸に通じた。北の丸は細長い区画で北工事格ともいい、最初は細川忠興の隠居屋敷で後には上主邸となり、周囲にその一族の屋敷、庭園などがあった。 北の丸にも難問があって二重の構造となっているが、北の丸の城壁は未完成で、一部は土塁となっていた。出丸は侍屋敷工事で、中級以上の藩士の屋敷が並んでいた。出丸の西口は塩屋口門といった。出丸の周囲も石垣は一部であり、外角を覆うべき城壁は存在せず、北側と東側も堀だけがあった。 昭和10年頃に区画整理のため、二の丸三の丸、出丸の石垣を取り壊し、これを取り囲む外堀も埋め立てられた。八代宮、八代城市の中央、大正院跡に19世紀に作られた。西山総院の区域現在は水堀に囲まれた、本丸の区画だけは、比較的よく残っているが、その他の区画はほとんどは、市街地になって、面影があまり残っていない。 本丸も石垣はあるものの地上の建物は明治期に完全に取り壊された。当時、文化財を保存する意識が低く、内上の城壁までセメント工場に売り払われたほど廃城は徹底しており、遺構は地表面に残っていない。ただし、加藤忠政菩提書の潜伏山本聖寺には本丸の高麗門が移築され、松井氏の菩提寺春光寺には、 三の丸のエ美倉御五門が移築されて現存する。本丸大書院は一度焼けているが、再建後、八代宮を建設するときに移築され、前述のように再度消失した。本丸と堀貝の北の丸の一部は、公園として整備されている。上主、松井直行が母、高吉院にのために作らせた御茶屋である商品券は、国の名称として現存する。松井神社の庭園は、 加藤正方が作らせたもので、忠興が自ら植えた画料灰もある。道の反対側の廊下教門内には西山宗院の区費があり、宗院が西方の家臣であったという縁で昭和40年に建設されたものである。また、白草構えの石垣の一部は現在も堤防下の地中には保存されており、平成に入って一部本発掘調査が行われ、その姿を表した。 この時発見された石垣偶楽部の一部が八代市立博物館にモニュメントとして復元されている。北の丸、二の丸においても発掘調査が行われ、北の丸では、隙屋と考えられる建物跡、二の丸では内堀に面した石垣が発見された。松井沖長以後は、熊本細川藩の筆頭画廊である松井氏が、城代を世襲した。ありがとうございます。